回は今流行りのこのお腹、11時のように線が見えるお腹なんですね。これを今回作る方法を紹介します。簡単に言うと、体を起こす腹筋メニューでは作られないんです。どういうことかというと、体を起こす腹筋っていうのは主に腹直筋を使います。この11時腹筋を作るためには、内腹斜筋と腹横筋を鍛える必要があるんです。これは男性も女性も腹部を引き締めたい人にぴったりな筋肉なんです。これを今回使うメニュー、一緒に頑張ってみましょう。私は過去にこのように縦横斜めの腹筋を作ってきました。今回厳選して縦だけを作るメニューに特化してます。一緒に頑張りましょう。ここで一つポイントがあります。できるだけ一緒に20秒間数えてください。息を止めると腹横筋が鍛えられません。ですので呼吸だけは注意して、メニューは見ながらやってください。まずは1種目目、膝曲げた状態で肘つきましょう。このまま下のお腹を持ち上げます。三角を作ってください。これで20秒数えてスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。 OK。 次はこのまま持ち上げて下を向いたら前を向きます。これを5回、いきましょう。1、2、3、4、5。 OK。 次はうつ伏せです。膝を曲げたら体を持ち上げます。この膝を左右に振っていきます。20秒、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。 OK。 次は肘をついて体を持ち上げましょう。20秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。 OK。 今度はお尻を上げたら下向きますよ。スタート。5回、1、2、3、4、5。 OK。 次はうつ伏せで体を持ち上げたらお尻を締めたり緩めたりします。10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 ラストは体を持ち上げてお尻を上下に動かします。10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 今回のメニュー、無理なくできてめちゃくちゃ効果的なメニューです。薄着になる季節までにみんなで一緒に11時腹筋作りましょう。やった人はコメントで教えて。ちょっと待って、現在期間限定で説明欄から LINE 公式を追加すると、悩み別動画20本、筋トレ習慣マスター講座、13カリキュラム、反り腰解消美脚講座、18カリキュラム、2ヶ月でマイナス8キロ痩せた方法、運動の原理原則の教科書、部位別1週間プログラム、この全てをプレゼントしています。説明欄のリンクをチェック。